さて、スカビートカッティングはいかがでしたでしょうか。意外とね、ずっと同じ感じで、カッティングを続けるって難しいことなんですけど、それが乱れないように、キープしながら、いい音で、ギターを弾いていくのがポイントになるかと思います。ということで、今回はこの辺で。